あばよ弁護士さん。こいつはここに置き枕の下じゃ、いざって時にすぐ撃てねえからな。奴らが来たら一発で仕留めろ。あばよデイブ、せいぜい長生きしろよ。交代だ。早いな。ああ、ほんのちょっとな。新聞いいか。やるよ。悪いな。それじゃ。クラインフェルドさん。あんたに贈り物が届いてる。誰か。俺の親父と兄貴からさ。あばよ弁護士さん。よう兄弟、元気か。まだ入ってくれよ。よう二人さん、よく来てくれたな。母ちゃんがカリート、今までどこ行ってたんだ。デイブで刺されたらしいぞ。ああ聞いたよ。いいか、俺とゲイルはしばらくの間街を離れる。ハネムーンに行くんだろ。熱いね。いいから黙って聞けよ。前はこれからゲイルを迎えに行って、彼女をセントラルステーションまで送り届けてくれ。おやすみくよさ。俺が駅に着くまでは彼女のそばにいてやるんだぞ。列車の発車時刻は11時半。絶対に遅れるなよ、みんな。分かったか。ああ分かった。よし頼んだぞ。おいカリート、俺とアマデスだよ。忘れたのか。キート、なんだよ、元気だったか。ええ、なんでこんなとこに。お前が立派な店持ったって聞いてな、挨拶に寄ってやったぜ。まさか来てくれるとはな。座れや。いや懐かしいよ。まあ座っていっぱいやろうぜ。さあ座れや。俺の古い立ちでね、そうだな、もうかれこれ15年ぶりか。ああ確かそのすごいな、旧友か。ああ紹介しよう、ジョー・バッタリアに。よろしくな、ソニー・マンツァネロ。どうも。よろしくな。カリート・ブリガンテだ。こいつは57年頃一緒にヘロインを売ってたのさ。悪ガキ二人でな。初めてこいつを見た時は痛こうかと思った。こいつの顔見ろよ。そう見たって俺たちの仲間にしか見えないだろ。ピート、アマデッソが俺なんかの店に挨拶に寄ったこと。ふざけんな、腹読めてるぞ。こいつのおじぎはハールに一帯を牛耳るマフィアの大ボスだ。そんな大物が俺に用があるとする、トニー T の一件に決まってる。俺がこいつらを見て一体どんな顔をするのか確かめに来やがった。明らかにこいつらは俺を疑って、こいつらにも確信はないはずだ。もしそんなものがあれば、俺はとっくに消されてるぞ。とりあえず確かめに来たんだ。まったくクソ生意気な男だと思わねえか。そんな失礼な言い方されて黙ってられるかってんだ。そこで俺はそいつにこう言ってやったらさ、おいトミー、カリートはニガーなんかじゃねえぞ、あの踊りを見ろよってな。踊りまで痛こうなんだぞ。腰をくねくねさせてな。おいウェイター、このテーブルにも酒頼むぞ。おいルディ、こちらのお客さんに一番いい酒をお出ししておいて。どこへ行くんだ、まだ広いよ。仕事があるんだ、そいつを片付けたらすぐ戻ってくるな。きっとだぞ。Thank you.
Thank you.